はい、皆さんこんにちは、時刻は14時00分あと数秒でございます。デトックカウンセラーのそうです、私があの日がですのお時間です。はい、ミミリ続けて2時間連続、ね、アシスタント2時間ですよ。特番の2時間と思ったらいいか。あ、そうですね。はい、はい、台風一過でね、ものすごく暑いね、うん、この久しぶりな感じ、このカラッとした感じだからね。カラッとはまだしてないか。カラッとしてるよこれ。若干ジメっていう若干ジメっていう形でね、こうジメジメっていう感じでね、はい、台風一過ですけれども、台風すごかったね。すごかったですね。はあ、しゃべりいいな。なんかテレビとか新聞で、うん、石垣の現状を見て、うんうん、すごいよね。ね、横転してましたね。だからね、この話をしないパーソナリティいないでしょ。いないんじゃないですか。ずっと喋ってるでしょ。だいぶ、うん、あ、ゆきとさん台風の話しなかった。そう、ゆきとさん台風の話より首の痛みの方が強かったのかもしれないけれども。いや、耳のとこ大丈夫だった？台風大丈夫でしたよ。耳にさん音出てないって書いてある。え、嘘。うん、ツイキャスが聞こえないって書いてあるよ。なんでなんで。後でもこういたずらしましたね。ツイキャスの方はね、そういった形で台風一過の沖縄なんですけれども、はい、ね、これからっていうかすぐ明日からお盆です。うんうんうん、ね、台風終わってからね、あ、もう掃除もせんといかんし、お盆の準備もせんといかん。そうだ、あ、しゃべるな。私も、今日スタジオ入りするのがギリギリだったんですけど、うんうん、ちょうどね、スタジオ行こうかなと思った時にね、はい、こうお盆にまつわる、お盆に関係するこの、人間関係の悩みの電話が来て、だいぶ喋ってたんですけど、はいはいはい、お盆直前、うん、多いです、とってもね。あ、そうなんですか。多いですよ。へえ、はい、お盆多いですよ。沖縄の場合ほら、長男嫁さんとか、うん、結構大変じゃん、仏壇持ちって。そうですね。で、一家がこううまくこうね、はい、機能していればいいんだけど、うん、誰が手伝ってこう誰が準備してっていうのがね、こうね、役割分担できてたらいいんだけれど、役割分担、そう、長男嫁さんオンリーでね、はい、オンリーでね、うん、こうオンリーでね、オンリーでね、こう準備するとこれは大変なわけよ。はい、見たことある、お重箱とか、うん、あります、あります。すごいじゃん。すごい。あれ、例えばね、うん、こうお姑さんがね、はい、全部作らんとダメよっつって、うん、じゃあ魔順一緒に作ろうね、みんなでね、だったらまだいいけど、はい、一人で、私の方がこれは全部一人でやって、あんたも一人でやりなさい全部っつったらさ、うんうん、やっぱきついもんがあるさ。きついですよ、ね、きついきつい。この話題めっちゃタブーな話題かもしれないけれど、うちのさ、うふやっていうかさ、うちの父方のところとかみんな昔手伝ってたわけよ、うんうん、あれは誰はこれ、あれはこれしてからにさ、うんうん、であれってほら親戚がいっぱいいればいるほどみんな手伝い差が多いさ、はいはい、だけど分家していったらみんな一人になっちゃうさ、この時ぐらいしか手伝わなかったりね。 それでもみんなこう、もう大変さもうっていう人が多いもんだからさ、はい、耳で大丈夫ね、大丈夫。という形でね、この時期はね、本当電話相談が多くなったり、こう、とうとう目についてとかね、電話相談か多いよ、うん、だからね、正直ちょっとこうお疲れ気味なんだよね、はい。まあ、台風の時もちょっと電話 2,3 本あったんだけれども、うん、ちょっとお休みだったから少し取れなかったんですけどね、はい、うーん、まあ、今日朝からずっとそれ関係でございます、はい。ということで、この番組ではメッセージを募集しております。はい、メールアドレスは761@fmkoza.jp、はい、761@fmkoza.jp です。はい、番組では、FM コザのホームページからね、うん、ツイキャスユーストリームもご覧いただけます。はい、コメントいっぱい入れていただいたらね、はい、たくさんたくさん拾ってたくさんたくさん返信するから、うん、どしどし応募してくださいね。はい、ということで1曲目ですね、はい、爽やかな曲いってみましょう。スターダストレビューで夢伝説、どうぞ。ツイキャスの音声ダメ切ってるさ、なんでだろう。一旦切ってからもう一回オンにしてみようか。はい、一旦ツイキャス切ります。キャスト音声ダメ、ユースト音声 OK、うん、ユースもそうだと思うんだけど、キャス、今キャス入れた、聞こえる？ツイキャス
さっきキャス入ってたんですよね。うん、今キャス入ってる？ツイキャスの音がオフになってる。ん？待ってよ、まだ今ツイッチ聞こえないんだ。ミュートになってないですよね。どれ？これ？うん。一旦。あ、うん。じゃあね、うん、今は？あ、マイクこれ入ってないわ、音。ああ。あ、これが出てない。うん、なんでだろう。あれ一回つないでからに。つないで。これで配信してる？うん。ついでその音声でどれ？これミュートマイク入ってる。うん、あのマイクなんですよ。ミュート一旦入れて切ってみたの。あれ入ってないね。一回切って立ち上げ直していいですか？はいはい。カメラも一回撮ってみようか。だからね、ユースリッター外したからね。ね、一回終了しましょうね。あら。うれ。すいません。怒られてる。うれ。よくある。聞こえないって言ってる。あ、本当。あらららあ、差し替えた？差し替えます、今。オッケー、じゃあ。よくある。あるあるです。よくある。うん。これ？で、初めて。お盆なので。あ、オッケー。オッケー。耳が大嫌いな人たちが、そこら辺からうるちょろ来てるかもしれない。俺、慣れっこ。私も慣れっこ。異例の日とお盆はね、うん、異例の日とお盆、日傘大変だと思います。年始大変ね。そっか、忘れてた。あれお盆だね。明日からじゃないんですか？入り、今日から、うん、今日、あ、違う、明日水、木、金、明日か。正確にはもう、7月7日から入ってるようなもんね。うん、旧暦の。そうだね、七夕からね。そうそう、フライング先祖さんがいるはずだ、ね、フライング先祖。はぁ、ミュートマイク入ってないけどなぁ。ああ、覚えて入った。オッケー、ありがとう。配信、あの画面、ティガさんの顔から画面スタート。にゃー入ってる、にゃー、オッケー、入ってる。オッケー、オッケー、ありがとう。はい、おまっとさん。はい、入ってます、戻りました。ごめんちゃいね、みなさん。お盆だからね。ありがとうございます。ありがとう。大丈夫ね。あの、ユースリーは大丈夫ですか？今、音も切れてるね、そっち。何見れん、何触った？エンター押しただけです。な、接触よ、接触よ、起こした。もう耳で。はい。すみません、まあ、あります。私のせい、今のは。はい、あります、あります。あるあるね。あるある。織田裕二風にしてる、俺。そう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 。織田裕二風ってどういうことだよ。あのさ、これにはいろいろ。このストーリーがあるんですよ。あ、本当。ストーリーがあって教えてね。それをね、ちゃおかさんはずっとね、言うてくるんですよ。あ、織田裕二風なの。きたー。そうそうそう。これ全部読まない、読まないとね。高槻さん、ツイキャス OK ですよね。ユースト OK ですよね。高槻さん、ソーシャルストリームから入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。みっちゃさん、いけるけど。え、今これ、ね、お腹空いて声出しないと思う。お腹は空いてるな。今日飯、ご飯食べる暇なかったからね。本当になかったっすよ。これ全部番組中にキャス読みましょうね。
藤さんこんにちはだね。あ、伊藤さん。そう、こんにちはでございます。こんにちは。5秒前です。はい、戻ってまいりました。ヒガでございます。ツイキャスもね、はい、回復したようで復活ね。よかった。お盆だからね、はい、あの世の人じゃない人がね、はい、USB のこのスイッチを抜き差ししたかもしれないしね。怖いね。デジ怖い。はい、ということで、ツイキャスいっぱい来てます。ありがとうございます。はい、ちゃんおっかさん、うん、ミミリ、はい、ガーヒー先生はすでにシャツのボタンを織田裕二風にしてきているよと。これどういうことなの？あのね、うん、世界陸上今やってるじゃないですか。やってる。でメイン MC として織田裕二さん今起用されてるんですけど、うん、はい、いつかな、2日前ぐらいかな、うん、の、うん、時に、うん、こう暴れすぎてね、だんだんシャツのボタンが開いていきよったんですよ。そしたら3つ目ぐらいまで開いて、うん、最初は閉まってたんだよ多分、うん、でこう動きすぎてやったーって言ってるうちにポロって開いて、うん、下の白い T シャツがね、うん、見えてきちゃったんですよ。で、うん、開きすぎだろこれっていうのを、うん、ちょっとつぶやいてしまいましてね。あ、そうなの？棒丸いったみたいなところで。まるいったんところでね。そうそう、そしたらあの皆さんそれに反応してくれて、あー、そうなんだ、明日もチェックしようみたいな。チェックするわ。そしたら昨日はまた今度はね、うん、きっちりしまってて。これやっぱみんなから言われたんかなと思ってですね。あれなんじゃない、やっぱりこう事務所から言われたんじゃない。昨日はさ、うん、もう一個しか開いてなかった。でも一応開いてはいたんだ。そうそうそう、一つ目ね、一つ目だけ。二つ目開けるのはまあ普通じゃないですか、まあね、男性は。うん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 、まあね。そう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 。で、ああ、 そうなんだ。それをちゃん若さんはすでにね、ああ、日賀さんはね、ああ、もう開いてるよっつって。織田裕二というよりもね、はい、足上がんの助なんだけどね。ありがとう。はい、ありがとうございます。織田裕二先生、うん、僕の真似するな。違うか。違うか、ごめんなさい。はい、AKB ファンさん、タロツケさんね、ツイキャス声が聞こえません。ミミリさん声出てない、はい、音出てないと、うん、機械の不具合がね、はい、あの世のものかもしれない不具合が、うんうん、みんなさ、治りましたんで。すごいよね。だからよ、この音声出てないでとかさ、オフになってるよとかさ、スタッフ聞こえません、聞こえないのとかさ、だからスタッフいっぱい、もう本当にもう。ありがとう、助かりますね。本当にね、もう AKB ファンさんも聞こえません。ちゃんおかさん聞こえない、タロツケノーして、 AKB さんミュートマーク入ってる。で入ったらお、AKB ファンさん OK、 ちゃんおかさん入った、はい、クーピーさん、うん、はじめまして。はじめまして OK ということでね、うん、イミッチャさん今聞こえた、日賀さんお腹空いて声出してないと思ったさと。俺はあれか、口パクかという形でね、はい、リスさん今日もカンバトラー V の足の部分に乗ってやってきました、うん、沖縄市の平和俺が守る、あの日がお送りするリットガーヒーターン、出たー、ありがとうございます、はい、リスさん突っ込み入れなかったんだねこれね、うん、入ってないよってね。水戸さんこんにちは。リスさん、ガーヒーさんが入ってきてから壊れたから、うん、先週の高柴さんの例を持ってきたんじゃねえと、はい、あるかもしれません、うん、ちゃんおかさん結局ガーヒー先生は餃子食べたのと。引っ張るね、はい、ちゃんおかさん、思い出させないでくださいってね。悲しい思い出。そう、リス、もう、うん、あのいいの。いつか当たれば、うんうんうん、リスさん、あのコスプレやろうと、はい、まあ、誰のことかちょっと分からないんだけれども、うん、あ、高柴さんのことじゃない？あ、高柴さんか、うんうん、大事にしてるみたいな、あの一つ目言うのね、やろうって。やろう。怒られるよ高柴さんに、ね、タロスケさん復活おめでとうと、はい、水戸さん台風大丈夫でしたか、うん、こちらは風が強く降ったりやんだりですと、はい、あ、関西に今行ってるのかしら、うーん、ね、沖縄今度の台風は大猛威を振るっていっております、うん、はい、新聞とか見たことあると思うんですけど、街路樹から、ね、根元から抜けるっていう形で、うん、今年は当たり年ね、本当ですね、本当にね、10月まではね、はい、こう台風が来る時期なので気をつけなければいけないなと思いますけれども、はい、台風の時のみんな過ごし方いろいろあるようで、はい、Facebook をこう見てたりするとね、うんうん、なんていうのかな、こう平屋地、うん、平屋地をこう、ね、台風の時食べますっていう人が多いんですよ。え、そうなの？いや、俺も見てて、偶然僕の Facebook 友人たちが、はい、平屋地が台風の食べ物だねっていう人が偶然多いかもしれないけれど、
最近それでもよく聞くんですよ。フライヤーチって聞くんだよね。なんだろうね、作りたくなるのかな、暇なんかな。一応台風で暇だと思うんだけど、ねね、フライヤーチっていう、フライヤーチってなんかちょっとお好み焼きパーティーな感じで、そうこう電子プレートで、そう電子プレート何ていうのあれ、電気プレート、電気プレート電気プレートか、ホットプレートでね、あそうそう、それが言いたかったです。ホットプレートで簡単にみんなでやいやい言いながら作れるんですかね。多分でも作ってるの一人だけどさ。あとはめいめいパソコンのやつでテレビ見てると思うんだけど、そうかな、多いですよ。あの平屋地パーティーしましたとか。ヘガさん、ちなみに平屋地何入れます？ニラ。え、ニラ、ネギじゃないの？いやネギだ、場合ネギ、またニラや。あとさ、ちょいシーチキンとかもうまい。あと別口でちょい人参しりしり。お、人参しりしりは初めて聞いたやつか。そう、あのカラフルな平屋地ができます。もうほとんどお好み焼きに近いやんっていう。そうそうそう、ただでも薄くて、うん、ちょっともちもちな感じの、はい、ね、うちもね、フライチめったに作らないんだけど。作らないですよね、なかなか作らない。うちね、台風の時はもうカップラーメンなんだよ。うちはカップラーメンと焼きそばなんだけど、はい、確かにね、なんていうのかな、台風の時はこれだっていう食べ物がみんなあちこちあるようで、うんうんうん、平屋地はね本当に聞かなかったんだけど、ミミディさんのところは何なの、もし台風でこれが非常食みたいな食べるものって言ったら何やるの。まあ、カップラーメンじゃないですか。だよね。やっぱそうだよね、うん、うちも昨日はねカップラーメンのオンパレードでさ、はい、昼間は焼きそばで、うん、夜はまた、汁物のラーメンっていう形だったんだけど、うちの親父がね3食連続で金ちゃんヌードルと。飽きないのかと思うんだけど、まさかの金ちゃんヌードル3連発ね。すごいな。そうそうそう、でも金ちゃんヌードルって関東では販売してないんですよね。マジで？そう、売ってないんですよ。なんで？あれ九州、うん、沖縄。そうなの？そう、あれ徳島製粉だから、うん、多分あの四国、四国も入るね。うん、そう入ってると思うんだけど、あの辺、うん、関東では売ってないんですよ。関東で売ってないの、うん、関東何食べてんの？カップヌードルかじゃ。うん、あら、金ちゃんヌードルなの楽しさね。だってあとね、うまかっちゃんも売ったない。あ、嘘、売ったないってお前。なんか売ったないで。うまかっちゃん売ったない。売ったない。売ったないんですよ。そうそう、売ったなーいみたいなね。まあ面白いやつだなと思って。ウトさん、関西では普通に売ってますよって。あれ、金ちゃんヌードルの話ね。あ、売ってます。うん、関東では売ってないんだよね。あ、うんうん、あなるほどね。で関西から下なんかな。うん、あ、タロツキさん、内容送ってって。あら、ヒガさん送ってって。よし、わかった。賞味期限切れギリギリのやつ送ったら。ワンケースでしょ。ワンケースぐらいってか、1ダースぐらいっておくか。はい、面白いです。メールも来てますので読んでみたいと思います。はい、はい、お願いします。ガヒーさん、いらっしゃい。本名 OK、 今村です。うん、音声エラーはまたお化けじゃね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。この時期なのでね、うん、本当にお化けは多いと思います。え、言い切っちゃうんですか。うん、言い切るよ。もう沖縄はあっちこっちお化け出てくると思うよ。もうやめてくださいよそれ。本当にだってやっぱり、うん、僕もこのギリギリまでね、はい、電話いっぱいあるんです。この時期は本当にね、こう、まあ、まあ、あっちの世界のね、はい、問題もね、あっちの世界のね、うん、いっぱい来るよ。こう夜出てくるんですとかね。はあ、とこう、そういうお悩みも、うん、あれですか、電話が来るんですか。受けるよ。そうでしょ。受けるよ。はい、受けますよ。沖縄県に限らず、はい、心理カウンセラーいる人ってある程度向こうの世界の話もさ、うんうん、半分半分、もちろん 100% 信用するわけじゃないけど、はい、半分は信用しないとさ、うんうんうん、半分はギリギリまでこう疑って、はい、検証して、それでも理由がつかない場合とかは、うんうん、そういうことあるだろうなっていうのはこれ絶対必要。はい、例えば、夢を見ますっていう話をしてね、うん、その、支離滅裂な夢ってあるのよ、うんうん、こう辻褄が合わない夢っていう場合はね、これちょっとまあ心のおかず引いてるかなっていうのもあるんですけど、はい、あと、こう順序だって話がきっちり筋が通っていて、はい、で
それが数日後にこう実際に人の口から出てくるとかさ、うんうんうん、例えばおばあちゃんの夢見て、なんかしきりにおばあちゃんがなんかこう私に訴えが出てくる夢よく見るんですよって言った後に、うん、2、3日後に親戚からですね、そういえばおばあちゃんの何年期っていつだよねみたいな話が出たんですっていう。ああそういうのありますよね、うんうん、ある認めてるやん、うんうん、だからそういう辻褄があった場合には、はい、そういうのもあるでしょうねっていう話で話は聞くしさ、うんうんうん、実際僕なんかもこういつか、あの世に行くわけじゃん、はい、長いこと2、300年も生きるわけにはいかないからさ、行かない、その時に例えば自分の子供だったりさ、うん、あの子孫なんかにはさ、うんうん、こう幸せになってほしいなと思うから、うん、いろいろこうあの世から指令を出すかもしれないさね、はい、それはだからありと思ってる。あんたこの話すると本当に暗くなるね本当に暗くなるね。いやいやそんなことないです本当にそんなことないですよ。あ例えばこうあの元気で陽気なお化けさんだったらどうする？あ友達になります。例えばメミリーハーイサンバーとか言って言うの。友達になります。2時過ぎぐらいにさあ切れると思いますいや黙れなんでいいじゃんみたいな。いや早く帰れって言ってから今から3時間ぐらいライブできるよってちょうど牛蜜ロックみたいなね勘弁して寝かしてよって普通に言うと思います。あうそ、うん、じゃあ別の人が出てきてさ、はい、今から子守歌を歌いますって、はい、かごめかごめってちょっとこうシャープなあフラットかフラットな感じでこう歌われる。いやもう黙れって言いますすいませんでどうもやってまいりましたミミリーさん、昔は綺麗だった今も多分綺麗みたいななんか君まろみたいな来てるけど そんなのができたらどうするもうって言います多分。あうん、塩まく塩っていう。そう超イケメンみたいなのが出てきたら。あん隣に寝てっていう。いや元気ですね。キャラクターで選ぶんだ。わかりました。はい、ということで三輪明宏さんみたいな人がね、ミミリーさんの枕元に立つようにぜひお願いしたいと思いますが。あなたねちゃんと寝なきゃダメよ。あこれ青柳の理子先生だね。そうですね乱れてるわ足元が。寝相が問題だわよとかね。はい徹底的に暗くなるよね本当にね、というような話もやっぱりあるもんですからね、はい、これはあの信用する分もあります、うん、いやなんで必ず音楽かければいやこの話ぶち切ろうとすると必ず音楽かければ、いやそんなことないそんなことない、はい、ということでですねあのミミリンさんがね、はい、そろそろ日賀さん音楽かけようぜということで、うんうん、こう BGM で流してくださっているザ・ブームの島唄ですね、はい、ちょうどお盆時期でもいいと思うので皆さんどうぞ聴いてください。それではどうぞ。これブームか、うん、こんな曲じゃない、うん、あ、ブームだね。はい、ゆととさん、あ、池田すぐるさんに曲リクエストお願いします。池田すぐるさん、はい、探しとこうね。おばあちゃんの歌とかいいかもって。ちゃんお母さん、例の社会費上人。池田すぐるさん。はい、ちゃん、ガーヒー先生のあなたの知らない世界、今晩ミミリーは夢にこの世のものでないガーヒー先生が出てきます。おばあちゃんの歌。しまうたよ風に乗り鳥とともに海を渡れ。ユーストリーム FB100000 さん、うん、静岡持ってるよって、ソーシャルストリームのねユーストの方からメッセージ出てくださってる方います。静岡持ってるんだってよ、金ちゃんヌードル。へぇ、うん、結構広まりをこう広まってきてるんでかな。そうそうそう、広まりがあるのかもしれないね。これはね、ラジオネームがないから Facebook から投稿されてるんでしょうね、ソーシャルストリーム静岡で持ってるっていう情報です。そういえば、アンテナショップが増えてきてるから、あ、そっから沖縄の食べ物じゃないからね、うん、タロツケさんリクエスト、エッチワイの帰る場所をお願いしますって今日いっぱい書けよね、じゃあ、うん中沼近月さん、仏壇の両端にあるライト派手だよね、独特な色っていうこと派手派手、そうそう、
くるくる回るし。多分お盆の間はこう明かりを灯して、うん、なんていうのかな、今ツイキャスオフだよね、あ、じゃあ本放送オフだよね。お盆の前にはね、勝木さん、あれなんですよ、仏壇に入ってくる先祖さん以外にもいろいろ迷ってる人たちがいっぱい来るっていうから、ずっとつけとくんです、沖縄の風習とね、御霊灯っていうか、こうそういうので、夜も消さないっていう、ずっとつけて 明るくしてるっていう、ドロロンエンマ君のテーマ曲をお願いいたしますと。もう本当になんかリクエスト番組になってる。だからね、まあそれはとっても僕も楽なんだけどさ、今日ヘロヘロなんだ本当。今一番深夜にテレビ番組やってますよね。あ、やっぱパソコンおかしいですさ、マウスが反応しないわ。さっき調子悪いですよね。ああ下に行かないね、このクリッカーみたいなやつ真ん中の。あれ。これロチネゴチバージョンあるよね。え、知らなかった、うん、ずっとなんだっけ、灘草々のロチネゴチバージョンあるよ。最初からずっとロチネゴチ中国語マリ、まあ、マジで北国の春とか中国、あれモンゴルかよく歌われてるって聞いたことあるよ、千正雄さんの歌。エイサー祭りのね、うん、暑いはずね、前いつだったかな、7、8年ぐらい前、台風の時にぶち当たったことがあったな、うん、強行突破だったね、暴風雨だったね、エイサーは帰るんだ、ない。はい、耳でやし、これ、うん、行き出すぐらいあった？ありました。おばあちゃんの歌ですか？あれはあった？一番あります。そう、じゃあドロロエマコはないよね。ドロロエマないですね。ないと思ったよ。ちかしさんが入れてない限り多分ないと思った。5秒前でーす。はい、I'm back ということでね、戻ってまいりました。はい、いかでございますが、はい、ツイキャスね、ミドトーンさんがこう池田すぐるさんのリク、池田すぐるさんの曲リクエストお願いしますということで、うんうん、ありましたんで後で書けますからね、はい、おばあちゃんの歌ですね、ありがとうございます。ちゃんおかさん、霊能者ガヒ常人ということで、常人というのがね、こう見覚えのある字なんだけど、多分あの人のこと引っ掛けてるんじゃないかなと思うんですけど、常人上林というか、こう沖縄のこうなんていうのかな、お寺のさ、はい、すごくこう霊験新たかなね、ほうほうほう、人で、なんとか商人とかさ、はいはい、日照商人とか台中商人とかいるから、多分それを言ってるんじゃないかなと。ありがとうございます。頑張ります。
外平先生のあなたの知らない世界、今晩ミミリーは夢に、今晩ミミリーは夢にこの世のものでない外平先生が出てきますと。はい、白いランニングシャツに、下駄履いて、うん、赤い傘を持って、うんうん、丸刈りで出てきます、はい、で耳に おにぎりくださいって言ってくるからね。覚えててくる。なんか違うキャラになってくる、はい、山崎義原でね、はい、出てくるかもしれません、中野町梶さん、はい、ありがとうございます、はい、仏壇の両端にあるライト派手だよねと、うん、独特な色と、うん、今ねちょうどこうお盆時期セールなので、よくホームセンターさんとかにすごくいっぱい売ってますけどね、はい、見たことある？ありますあります。キラキラだよね、うん、走馬灯みたいにね、まさしくくる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 やってますけれど、なんか向こうでこうね、例えば仏具屋さんからの話すると、あれ朝から晩までずっとお盆の間は ねつけてる、そうつけてるっていう形で、もう電気代いくらかかるんだよっていう形なんですけど要はLED にしましょうね。やさや、あ面白いな LED な、あいいね LED ね、技術革新だね、このところも ね、あ面白いと思います、やってみましょう、はい、誰かよ忠介さんリクエスト HY の帰る場所、これもあったみたいので、はい、後ほどかけたいと思います、うん、リスさんドロロエンマくんね、うん、今誠意検索中でございます。はい、はい、ミミリが一生懸命ねこうなんていうの、マウスとこのキーボードを駆使しながら映ってないけどめっちゃフルスピードで探してます。ないなぁ13時代は順調やったのに PC と、うん、本当にね、この時期の本当に、あちこち例えばFM 沖縄さん、はい、うん、だからこちんな朝鮮さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、あの方ももうとっておきの幽霊話を持っていて、お、はい、FM 沖縄、あ、お放送局行っちゃったよいいと思います。いいと思うね、はい、要はね時間の狭間に空間にこう舞い落ちてしまった話なんだけどね、はい、にもあるうこうなんていうのかな、あ向こうにはその番組放送中に流れたとい う、うん、うお化けの肉声が入ってるっていうテープが実はあるらしくて、じゃあそれを聞きに行こう、聞いてみようかということで彼は倉庫ね、こう資料室に取りに行ったんだけど、うん、取りに行って帰ってくるまでにねほんの十数分しかかかってないはずなのに、何時間も実はかかっていて、はい、本人はどっかでこう倒れてたみたいなね、うんうんうん、もう6時間も経ってるのみたいな、そういう、 こうタイムスリップみたいな話をしたりリスさんまた幽霊話、ミミリは音楽をかける、やさややめとこうね、はい、まあお化けの話はこれぐらいにしときますけれども、ちょうどねさっきの話に戻るんですけど、はい、お料理とかみんな作るじゃない、うんうん、で昔はあれすごいごちそうだったわけですよ、みんな集まってさ、はい、だって今でこそ三枚肉とかお豆腐とかこんにゃくとか当たり前にあるけど、うんうん、昔ないんだから、うーん、すんげえごちそうだから、はい、みんな楽しんで作ったし早く食べたいみたいな形だったと思うのよ、うーん、でちょうど僕の小さい頃なんか三枚肉ってこうほら、豚にさ、はい、こうこれは合格してる豚肉ですみたいなさ紫の印鑑が押されることがあったわけ、はい、知ってる？知らないか、見たことない？わかんない。ね、川に合格証みたいな印鑑が押されるのよ、豚の表面にね、はいはいはい、で三枚肉ってほら切っていくじゃない、うんうん、そしたらたまに川の表面に紫色の印鑑みたいなの一部がこうこうって押されてる時があるわけ、はいはい、であれやったらもう当たりとかさ、うん、当たった当たったみたいなそう、中には外れっていう人もいたけど、もう三枚肉好きな僕としては大当たりだったわけさ。あとたまに、うん、毛入ってるやつされて、いやよ焼かれる、あるね、わかります、うん、かか焼かれなかったちょい毛が、うんうんうん、ちょい毛がねこうたまにね、そう昔あーってなる今はガスバラでガーってやってんだけど、ね、昔それがなかった時代安全カミソリとかさ、あ、カミソリでやってたんですか もちろんバーってバーナーで少しやった後に、はい、残ってるヒゲね、うんうん、っていうかヒゲちょびヒゲね、そう昔あったじゃない、今もあるけど緑色の鉄で表面にこうカミソリの刃がこう簡単に抜きやすいやつでさ、へえ、貝印とかいう安全カミソリがあって、はいはいはい、あれでジョリ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 してくれさ、こうヒゲ剃るみたいに剃ってたわけよ昔はい、はい、うん、たまにある、でもほとんどないよ今は、うん、もう今バーナーですかね、バーナーでね、バーナー一気にバーンバーニングみたいなね
ブーンって感じでやるけれど、うん、昔はそれもこうジョリジョリがね、ジョリジョリがね、あの屋敷の裏でこう潰した豚肉の表面をね、はい、茹でた後ジョリジョリしてるね、あのおばちゃんもたちを見たことがあるけれど、ああいうごちそうみんな楽しみだから、楽しかったんだよね、はい、で今はもうほら何でも食べる時代あるじゃん、はい、すぐ行ったら美味しいのあるさ、うん、結構ほら重箱やったって残るのが多いでしょ、多い、何残る、ミミリさんち、餅餅は残るわな餅はきついわな、確かにね、うん、あれだけはフリーザー入れて去年のがまだ冷蔵庫に入ってたりするよね、はい、あのその経験はよくあります、よくある、でこれあとなんかシーミーの時のとかもまだ残ってたりね、餅あるね、ありますよね、あれの処分方法は冷凍庫入れて忘れる、で、みんなあれをどうして食べようかで悩むみたいなんだけど、うんうん、あのうちの知り合いではねカレーに入れる人がいた、え、うん、カレーに具としてね、餅を、悪くないよ、へえ、ちょうどこう長い年月が経った餅なんかパッサパサしてるさこれカレーに入れたらちょうどいい感じ餅では何かこれ餅カレー、カレー餅、もちカレーか、トロトロにはなれない、うん、でもしっかりしてるしっかりしてる、うん、俺絶対溶けんからよ、だって1年間フリーザーにいたからよみたいな、簡単に溶けないぜこれ、はい、みたいな、こうちょっと根性入ったもちがいるわけさ、ありますね、うん、結構面白いよね、うん、あと面白い話ではもちピザね、あ、もちピザ、うん、美味しいかも、もう 白餅が限定なんだけど、うん、中あんこ入ってたらアウトですね、アウトだよいやいや、あのさ、中あんこ入ってる餅平たくしてそこにピザソースつけて、どんな味よやってみましょう、日賀さん、あかん飯もいい加減にしろよっていう感じだよね甘いからトマトからチーズからみたいな、そうあ、思い出したやつさ、あかん飯、その三枚肉とか茹でる、茹で汁があるさ、うんうん、あれご飯にかけて食べたりさ、は美味しそう美味しいよ、美味しそう、本当にこう台所にべったりだったからね、昔、うんうん、で噂によると僕はあんまり覚えてないんだけど、茹でたばっかりの三枚肉あるじゃない、はい、あれもいきなり食べてたらしい、俺は味ないよね味ないけど味ないんだけど、もう切った瞬間から食べてたらしいよ、よくおばあちゃん の切ってるそばから手出して、うん、おのわらばあよで事情、獅子状ぐやすさ、アジンチキランバール食べようとしてるっていうことですねこの子供は三枚肉すごく大好きと、味つける前から食べようとしてるっていうことで、よく手出してたらしいんだけど、要はそのままの味さ、はい、俺は矢の間美族かみたいなねバヌアツかみたいな、ね、そのままの味、そう、あるがままの味ね、はい、うちの方もね、やっぱボツダ餅だからそういうのをやっぱりやるんですけど、基本的にうち残らない、うん、お餅はやっぱりさすがに残るんだけれど、翌々日までには全部最後はチャーハンになる、あ、うん、チャーハンになる、うちのロボ上手でさ、うん、かまぼことかあるでしょ、うんうん、あるこま切りにしてちょっと醤油なんかでコロコロって炒めて、で余ってるごぼうとかこんにゃくも混ぜてチャーハンにするわけ、はあ、いいですね、美味しいよこれ、うん、うん、最後まで残らない、一個一個味ついてるしね、そうそう大量にそこら辺が残ってるんだけど、三枚肉が1枚2枚しか残ってないから、あれお肉が少ないわけよさすがっすね、そう足りないみたいなね、うん、もう食べ物の話になってるね、またね、はい、お腹空いてきた食べてないわけよ俺今日ご飯ちゃんと、はい、忙しくて、あら食べた、あなた食べた、何食べた、おにぎりと沖縄そば、うん、いい組み合わせだね炭水化物と炭水化物明日から大変よ、はい、あっちこっち行ったらさ、はい、油の揚げ物ね、うん、天ぷら、亀攻撃ね、亀七魔界って言ってからさ、明日から当分3日間は太る時期に入りますけれども、はい、気をつけて食べようね、うん、俺もちょっと胃袋少し調整しないとあちこちで食べる羽目になるからね、うち絶対中日はそうめん食べます、ああ、あるね、箸休めかな、なんだろうあれ、地域によって、うんうん、最初ほら運慶重視やるでしょ、はいはい、で、中身にこう中身汁やったり、うんうん、そうめんやったりする人いるね、でうむくじとかさ、うん、あ、うむくじじゃない、なんつったかなあれ、まあなんつったかな、あ、うむくじかな、うむくじ汁かな、うんうん、もうやるところもあるらしい地域によって、うむくじ汁、
そう、むくじ汁。まあ、トロトロして美味しいけどさ、卵の風味がしてて、うんうん、そうめん汁って、あれ味噌で、それともカツオ醤油普通の冷やしそうめんです。あ、冷やしそうめんなの、はい、あ、そうなの、うんうん、おー、冷やしそうめんは、まあ、あんまり聞かないな。はい、伝統なの。結構食べるな。うん、あ、そう、伝統食べるな。昼間で、昼間に、夜じゃなくて、夜じゃなくて、あ、そうなんだあー、具はなしそうそう、ネギとかキュウリとか卵とかですけどそうなんだ、はい、うちもやってみようかな。うん、あの箸休めいいかもね、あれ、はい、胃に優しいしね。そうそうそう、あとね、こう面白い面白い、つるっと冷たいの、ね、今日腹減ってるからいまいち調子じゃないな一曲見てみるか、はい、ミトトンさんからの、ね、うん、リクエストで、何だったっけ、池田卓さんのおばあちゃんの歌ね、はい、準備大丈夫ですか、うん、じゃあ行ってみましょう。あ、静かな曲だね、これ。これスタジオ内流せれる？これスタジオ内流せないよね。ダメだよね、みたいな。おー、いいね。あのさ、民謡で中華なびらって番組があるさ、中地清京さんの、知らない、知らないんだラジオってなんか、リキオスでやってるんだけど、スタジオ内のボリュームがすごいんだって。あの要塞って聞こえないって。そうそう、すごいらしいよ、話聞いてたら。そうなんだ。スタジオ内ガンガンに聞いてるから、うーん、ツイキャスやってもおそらく聞こえないだろうっていうぐらいの音だし。ミッタさん、やばい、ニーブイして幽体離脱そうってあんたこの時期に、メールも来てる。メール来てる、はい、あの、いっぱい来てるね、見えなかったやつさ。あ、来てみよう。あ、これ本当に鈍してくるいい曲だね。だね、そうだ、起きなちだね、思い気持ちなちの人だよ知らないの、あれだよ、あの何やったか、いやいやものよ、白穂だったかな、船置きだったかな、出身だよ、この人。あんま聞かないね。うっとるさよ。耳に池田卓さん知りませんでした。清涼さんって言ってもわからんかったでしょ。沖縄であの民謡の民謡で中華なくなって、昼間ぐらいからやってる人。3年前ぐらい東京から大阪に帰ったから、ヒープーさん、ヒープーさんって言うのヒープーさんも知らなかったんだ。ティーサージパラダイスってお化け番組だよ。テレビにも出るようになって、これで音楽が始まってから、え、西向井幸三さんとかと知らないか。え、じゃあ BGM にしまーす。はい、池田卓さんね、いい曲ですね。曲、うん、あのイミッチャさんがね、うん、こうコメントあります。やばい、ニーブして幽体離脱しそうと大丈夫、今幽体離脱したら先祖がデジなってる、デジなってる、やイミッチャ抜けらんけーという形でねあのカバーしてくれると思うので、ですね、大丈夫だと思います、はい、リスさん、エクトプラズムをミミリの部屋に飛ばそうと。エクトプラズムって何ですか。霊体ですね。あ
リスさんが霊体を口の中から出てくるって言われてるこのエクトプラズムを、うん、耳の辺に飛ばそうということで、うんうんうん、やめてもうお部屋中塩巻いてやめて、ありがとうございます。中野町かじさん、あの世から何通届いてるかなと。なんでこれ、いっぱいです、この時期はね、はい、心でつながるメッセージを、うん、先祖たちは我々子孫にいっぱい送ってるんで、はい、ね、開くのも大変さということで、思ってください。はい、えみちゃさん、かつきさんのアイコン見たらお腹空いてくる。わかるわ、わかるわ、コニドックちょうだいって思う火曜日はあのコニドック注文するといいよみたいなね、はい、ハッピーチューズデイね、ハッピーチューズデイね、いいわ、お腹鳴ったわ確かにエンダー食べたくなるわね、食べたくなる、あ、そうなんだ、これエンダーのクマさんだったんだ、そうそうそう、今気づいたっさーということでメールも来てます、読んでみます、はい、みっちおじさんさん、日賀さん、ミミリー、こんにちは。こんにちは。今日は夜勤明けに入部しながらもお腹が空いてるので、カレーに買ってきたチキン唐揚げをぶち込んで食べながらツイキャスを見ています。はい、なんだか火曜日は、夜勤か早番で入部してこの番組を聞いているような気がしますが、うん、毎週この時間を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございます。さてさて、明日からはいよいよお盆ですね。はい、3日間ご先祖にご馳走をお供えしますが、うん、日賀さん、私たちにはご馳走を眺めながらも食べられないという辛い日になりそうですね、うんうん、と、はい、親戚周りをしながらも手を合わせるとき思わずお腹すいたって言いそうですが、うん、我が家でも息子が生前食べてたお菓子をたくさんお供えしようと思いますよ、うん、皆さんはどんなお盆を過ごすんでしょうかね。あちこち道も渋滞するから安全運転で気をつけてください。うん、日賀さん、お供え物を知らんぷりして食べても、うん、真っ先に疑われるからお供え物は我慢しましょうね、はい、食べ過ぎには気をつけて、じゃないとズボンが入らなくなっちゃうぞ。わお、ありがとうございます。はい、はい、お盆の時期ね、亡くなった方たちがね、みんな帰ってくるというような形で言われておりますが、はい、ね、確かに、あちこち渋滞してるかもしれません、うん、終わった、あや人数まだかなとかね、はい、ドア閉まってるさとかね、窓から入ろうかねとかね、お盆渋滞してると思いますがね、はい、この大好きだったお菓子っていいよね、うんうん、あとそうね、経験できなかった部分に関してのお菓子もね、ちょっとこれビターなお菓子もね、うん、あげてもいいと思うし、でみんなで食べて楽しかったね、あのまずくても楽しく食べれる人食べ物もいいよ、ふつばじゅし食べてこれ美味しくないさーって言いながらも、うんうん、なんで食べたら健康になるよ、は、鼻つまみながら食べて、あ、やっぱり苦いみたいなね、お決まりのやつ、そう、そういうのもいいんじゃないかなと思っておりますよ、はい、うん、はい、もう一丁いってみましょうか。はい、ヒガリンのお化けさん、いらっしゃい、本名 OK 今村です、はい、だんだんわからなくなってきてるな沖縄市のゴーストバスターズ、こんにちは、本名 OK 今村です。今日ミミリの体の半分は焼き鳥でできていますはぁ、ところで FM 小座のビルの上には電波塔が立っていますか、うん、うちのビルには、3社の携帯基地が立っています。ほう、ところで FM 小座の電波はどこまで飛ぶのでしょう、うん、トリンザでも聞こえますかということで、うん、FM 小座の電波ってどこに立ってんだっけ。あ、沖縄市役所の上の方をお借りしてですね、と、うん、いうことは、はい、沖縄市役所の電波塔が見えるところは聞こえるよね。そうですね、障害物とかもなければ、そうそうそう、はい、そう、基本的にはそうそう大丈夫です。まあ、電波砲があるから、うん、こう強い出力は出せないと思うんですけど、はい、結構届くところは届くよね。そうですね、うん、今うるま市の方からも実は届いてるよ、届いてるよっていただいたり、この前そう天気の状況とかね、うん、あと本当に、晴れの時とかね、はい、あと室内はちょっとやっぱり厳しいみたいですね。室内厳しいです。はい、コミュニティなので、はい、うちの窓際にまで持って行ってもらったりとか、そう窓際に寝返り打って違うかそう持ってるといいかもしれません。ミトトンさん仕事できますってことで、行ってらっしゃい、いっぱい入ってるね、ついきさん、うん、ちゃんお母さん、ミミリ後ろ後ろって書いてあるけど、やばいね、うん、影やろ影、リスさん、ミミリ横って書いてある何で焼き鳥出てきてるのミミリさん。昨日結構ゆきさんの番組でも話したんですけど、うん、昨日あのご近所のね鳥五郎さんが3周年記念をしていて、うん、食べ放題飲み放題が1000円で、あ、マジで1000円だったんですよ。知らんかったやつさ。それで、はい、まあ、月曜日の番組終わりに、うん、
みんな行くよとか言ってたので、はあ、あ、じゃあ行きましょう行きましょうっつって台風なんて飛んじまえっていう感じでいやさ、昨日台風だったんだよねそうそうそう、だけどみんな本当に、うん、なんか祭りっていう具合来てて、お客さんが、うん、あ、1000円だったら行くよ、そりゃ行きますよね、うん、飲み放題でしょ、飲み放題、もう青森もビールも飲み放題でした。いっぱいしてなかった？いっぱいしてた。片方の椅子だけでは足りないはずよ両方使ってなかったか、あれ。もう両方使ってました。もうあの一体いっぱいね、あれだけ即席のテーブルとかもできてきててあと敷物、うん、ブルーシートみたいなシート持ってきてからやってる人たちもいて、シミか、そう、面白かったです。ちょっとあれ餃子はなかったの？うん、あれ餃子もありました、食べ放題に。餃子五郎さん、そう、餃子五郎さんからね鶏五郎なのに、うん、焼き鳥だけじゃなくて餃子もあったし、うん、串揚げもたくさんあって、うん、あとキャベツもバリバリ食べながらえ、じゃあ相当焼き鳥出てきてるな。そうですね、今日相当焼き鳥できてます。いや、飛ぶわにという形で、ね、思いますけれどもね、はい、ウィリーさん焼き鳥で体ができてるっていう話、うんうんうん、みんなよく知ってるね。間違いではない。だからね、はい、みんなよくチェック入れてるね、はい、これ Facebook でチェック入れてるの人もいるかもしれない、ね、俺も後で見てみたいと思います、はい、他にもね、イミチャさん、電波那覇市の泊まりん前から河原城、あー、聞こえる時もあるだろうね、これね。そうなんだ、河原城の新しいやつは結構入るらしいです、うん、あ、そうなんだ、うん、最近のやつは入るって言ってました、うん、だんだん電波のこう受信具合も強くなってきたのねこのままね、こう FM 小座もこう、ね、浮遊していってほしいですもう離島まで飛んでけってねイミチャさん、食べ物の安売りするところの情報は漏れずに日賀さんに教えてあげてください。わかりました、ありがとうございます。ということで曲かけながら行きましょうか、はい、ちょっと行きながら、うん、ちょっと行ってみようね、これ HY ね、はい、帰る場所だったね、はい、よろしく。これちょうど終わりに、そのまま行けますね。 OK、 上等、ちょ、上手だね残り3分半、うん、ワンコーラスいって、これのコーラスが終わったらやるか。デイゴってでも電波来るかな、ちょ、来ると思うけど室内は厳しいと思いますよ、レスさん。ビギンさんとか夏川れみさんとかキロロもそうだけど、みんな沖縄から来て歌活動し始めてるよね、めっちゃえさんもね。一応ウルマシの人だったっけ、誰ですか、一応そうそうそうだよね、うん、モンパチがチャタン、モンパチどこかな、モンパチさんも最近よく出るもんね、あの本土のテレビのもんね、もうビギンなんて一時期ほら恋しくてこうバーンって上がってしばらく全然出てこなかったけど、音楽活動続けてたんだよねって思うよね。12、3年前から沖縄でボンボン出始めてるからね、継続するのはいいことよ。みちゃん、そういえばリスさんの来沖は何日でした、ラジオジャック楽しみにしてますねって。リスさん来沖するんだねあのおしめよあ、そうそうそう、来月、来月そうなの、9月に来るって言ってました。そうなんだ。これ今、パソコン触ってないよね、音途切れるよね、接触不良、早い、うん、なんだ、忙しくなってきてるやつさ、入ってあげます、はい、はい、HY さんね、本当に透き通るよね、はい、この曲で、うん、夢の沖縄のこの強かったと太陽の日差しの中ですごく似合ってる曲です、はい、お盆明日からね、うん、始まります、運慶中日ウークイと、うん、中には4日目土曜日もやるところもあると思いますけれどもね、はい、皆さん、人間対人間のコミュニケーションの場になりそうです、うん、ね、多少はね、こうおばちゃんたち先輩たちの言うことにも目をつぶりながらね、うんうん、そうですよねとかね、そういうことありますよねとかいう話をしながらね、穏便に楽しく料理をつついてね、楽しんでほしいと思いますミミリさんも今度はあちこち行くの、うん、今年、親戚回りとかするの、親戚回りは、ま、うーん、仕事なのでそっか、はい、私もですね、何だったっけ、
親戚回りしながら仕事も入ってるのでね、うんうん、全然休めないけれども皆さんこの3日間、はい、体調に気をつけて、あんまり車の運転も、あの皆さん慌ててるので落ち着いて運転するようにしてください、はい、ということで、8月はこれで終わり、9月はねまた、はい、新しい秋に始まりますけれども、うん、皆さん体調気をつけてください、はい、ということで、今日の番組終えて私あの日がとミミリーでした。それではまた来週。